皆さんこんにちは、中川祐樹です。今日は下腹のポッコリや腰肉、さらには尿漏れまで解消していく方法をご紹介していくんですが、多くの方はこういった症状を改善するために腹筋運動頑張ってるんではないですか。しかしこれが実は逆効果になっている方が非常に多いですから、ちゃんと効果を出していただくための骨盤底筋群の使い方について今日は解説をしていきます。この使い方がマスターできれば、座ってるだけでお腹がギュッと締まるように変わっていきますから、今日も一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、骨盤底筋群とはまさに読んで字のごとく骨盤の底から内臓を持ち上げている筋肉です。これが緩んでしまうと内臓が下がったり、下腹のポコリ、そしてくしゃみをした時に支えられないから尿漏れを起こしてしまうなどの症状につながってしまいます。この筋肉がうまく作用をしない原因としては、産後の骨盤の歪みを放置してしまったり、立っている時に姿勢を歪めてしまう、またはしゃがみ込みなどの動作をしないことによって股関節を使うことが少なくなっているなど、いろんな原因がありますが、日常的にぜひ意識してもらいたいのは座り方です。というのも、この骨盤底筋群は股関節の動きと密接に関係を持っています。股関節が内股になってしまう方は、この骨盤底筋群が緩んでたるんでしまいます。こうなると下腹のポッコリやお腹腰周りの筋肉が使えないことで、どんどんお肉が蓄積しやすくなってしまいますし、逆にガニ股になってしまう方の場合は、この筋肉が硬くなってうまくたわんでくれません。ですから皆さん、座った時に足の向きが内股になったり、もしくは勝手にガニ股に開いちゃうっていう方、拳1個分を保てない方というのは、実は骨盤底筋群がうまく働かなくなっている可能性高いですね。そしてこの筋肉が働かない状態で腹筋運動をしてしまうと、上半身の重みを支えることができませんから、どんどん内臓が下がってしまったり、お腹のポッコリにつながってしまいますから、まさに逆効果になってしまうんです。ですから今日は簡単3ステップで改善をしていきます。まずステップ1で座った状態での股関節の歪みチェック、ステップ2で固まってしまった筋肉のウォーミングアップ、そしてステップ3ではバンザイをしたまま腕を振るだけ、しっかりとその状態でお腹を締めてあげるバンザイエクササイズ。今日のエクササイズをしっかりとマスターすることができれば、自然とお腹は締まっていきますから、今日も一緒に頑張りましょう。それではチェックを行っていきます。力を抜いて座った時に足が内股やガニ股になってしまう方は NG です。理想的には脱力をしても自然と拳1個の幅になっていればバッチリです。今足が歪んでしまった方も、エクササイズをした後は自然とまっすぐになるように変わっていきますから、楽しみにしておいてください。それと、もしお持ちの方はボールだったり大きめのバスタオルですね、エクササイズの途中から内ももに挟んでもらうと効果が高まりますから、準備をしておいてください。それではスタートです。まずは足をかけて、このまま体を倒します。しっかりとお尻の筋肉を伸ばしていきましょう。目いっぱい息を吐いて、ゆっくり吸って、深く吐いて、吸って、お尻が心地よく伸びるところまで深呼吸をしながら、ふう、動いてもいいし止まっててもいいです。これは普段の生活の中でもできますから、ぜひ取り入れてみてください。胸と膝を近づけるような感覚で伸びてきたら、そこで呼吸をしましょう。ゆっくり鼻から息を吸って、目いっぱい口からはーっと吐きます。お尻が硬くなってくると、股関節の歪みや骨盤底筋の緩みにつながってきますからね。まずはこのお尻、しっかりと伸ばしていきましょう。はい、今度は反対側、足を引っ掛け直して、今度は逆のお尻の外側伸ばしていきます。ゆっくり息を吐きながら前に、はぁ、長く吸って、はぁっと吐いて、心地よくお尻が伸びるのを感じながら、深く鼻から吸う、口からはぁっと吐く。この時に下腹がキュッと引っ込んだり、ぎゅっと骨盤の中を引き上げていくようなイメージです。なんとなくで構いませんから、へその下引っ込めておいてください。そのまま長く息を吸う、ゆっくり吐く、深く吸う、目いっぱい吐く。伸びが強いなと思うところでキープをしてもらっても OK です。選んでいきましょう。角度を変えながら、一番伸びるなと思うところでキープ。はい、ここからはバスタオルかボール、どっちでもいいです。あるもの挟んどいてください。足を拳1個、はい、いいですよ。ではそのままゆっくり横へ、はい、脇腹を伸ばします。
どうでしょうか。内ももに少し力が入ると下っ腹もギュッと引き上がっていきますね。この状態を普段からキープできると下腹のポッコリや尿漏れの改善に効果的です。そのまま深呼吸をしましょう。しっかりお腹を感じて深く息を吸って、もう1センチ遠くにハーッと吐いて、徐々に倒す角度を深めていきます。右のお尻が浮かないようにしっかり右のお尻は地面、指先は遠く、引っ張り合うような感覚で、あと10秒いきましょう。長く息を吸って、ゆっくり口からハーッと吐いて、はい、今度は反対側、左手を持ち上げて息を吸います。吐きながら横へ倒しましょう。しっかりと脇腹が伸びていくのを感じて、はい、この時にですね、ボールは潰しすぎないかといって落ちないように均等な力で挟んでおいてください。最初に膝が内股になった方はこの時もギューッと潰しすぎちゃう癖があります。潰しすぎる癖がある方は逆に少し膝を開くようなイメージ、ボールが落ちてしまいそうになる方はあえて少し内ももの力強めに入れるイメージです。自分のタイプに合わせて選んでいきましょう。内股さんとガニ股さんで弱ってる筋肉が違いますね。意識の仕方も変わってきます。皆さんはどちらのタイプですか？よかったらコメントで教えてくださいね。さあもう一息いきましょう。深く吸って、もう一息ゆっくり吐き切る。はい、いいです。それではこのまま肘を曲げてしっかりぐーっと胸を反らして丸める動き、はい、この動きを繰り返しましょう。へその下にぐーっと力入れたまま引っ込めて、ふう、反らす時もへその下は少し引っ込んでいます。使ってる筋肉感覚ありますか？反らす時は背中全体、丸める時はお腹やお尻、はい、そのまま繰り返していきましょう。この時も意識はへその下、ここが抜けてこないように、そしてボールを一定の力で潰すことによってどんどん骨盤底筋が引き上がっていきます。特に産後の骨盤の歪みや尿漏れ改善にも効果がありますよ。骨盤の歪みが気になる方もぜひ取り入れてみてください。はい、徐々に背骨、体幹部の筋肉が動いてきましたね。 OK、 素晴らしい。じゃあ今度このまま手を上げ下げしていきます。胸張ったまま反るとお腹がねポコッと抜けやすい、ここで締め直して、ナイス、いいですよ。いきましょう。上と下へ、ふう、目いっぱい息を吐いたり吸ったり、ふう、しっかりと万歳、よいしょ。肩甲骨や背中も引き締まっていきますね。特に手を上げるとき万歳の動きってお腹吐いてますか？ちゃんと手を上げてもお腹が締まっている方、内ももが抜けない方はみるみるお腹が締まっていきます。いいですよ、繰り返していきましょう。ふう、そのまま繰り返しながら深呼吸、ゆっくり鼻から吸って、ゆっくり口からハーと吐き切って、さああと10秒いきましょう。もう一息でおしまいです。上半身もしんどいかもしれませんが筋肉が喜んでいます。あー、熱い。 OK、 では手を置いてこのままねじりを加えていきます。しっかりと脇腹のライン使っていきましょう。はい、ツイスト、目いっぱい息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、呼吸はどっちでもいいです。タイミングは自分でやりやすいタイミング、ふう、いいですよ。脇腹しっかりねじれてる感じありますね。これもできてくるとくびれもできていきますよ。ウエストラインがキュッと締まっていくのを感じて、あとは左右差ないか感じてください。今ねじってる右のねじりとこの後する左側のねじり、左右差があれば苦手な方をたくさんやってくださいね。それが骨盤や背骨の歪み、そして無駄なところにお肉がついちゃう原因です。体を左右均等に動かせるように歪みの調整もしていきます。さあもう一息、はい、 OK、 じゃあ今度は反対側です。右手で左の足の外側に、はい、このままゆっくりとツイストをしていきましょう。目いっぱい息を吸って、
吐いて吸って吐いて、はあ、よかったら肘は伸ばしてもいいですよ。しんどかったら肘曲げて、今使っているのは内ももお腹抜けないように脇腹を使っていってます。普通に普段ねじってる時もこのぐらい骨盤の中、下腹の奥意識を感じてくださいね。ふう、こういった動きが自然とできてくればそもそもお腹がたるまなくなってきます。食後の下腹ポッコリも改善できますよね。さあもう一息、しんどいかもしれませんが一緒にもうちょっといきましょう。昨日の自分よりも1ミリ成長していきます。 OK、 リラックス。さあでは最後に骨盤底筋、お腹を締めたまま万歳、腕を揺らして10回一緒にいきましょう。せーの、1、2、お腹締めて、3、4、5、きつい人は肘曲がってもいいですよ。6、7、8、足浮かないで、9、10、OK、 お疲れ様でした。これでボールやタオルを外してもらっても最初にも自然と足が拳1個幅に落ち着くようになっているはずです。これが体幹部の筋肉がうまく働いているサインです。このように体の仕組み解剖学を学べば最速最短で美しく健康に変わっていきます。本気で体を変えたい方はぜひ概要欄の方からオンラインで学べるストレッチの学校 YOFIT 1週間無料体験をしてみてください。こちらでは皆さんからの質問にライブで回答したりしていますので、お会いできるのを楽しみにしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。